アメリカ航空宇宙局、アメリカ航空宇宙局、アメリカ航空宇宙局は、アメリカが衆国政府内における宇宙開発に関わる計画を担当する連邦機関である。1958年7月29日、国家航空宇宙法、ナショナルエリノーティックススペースアクトに基づき、先行の国家航空宇宙諮問委員会、ナショナルアドバイサリーコミッティ4エリノーティックス、 中を発展的に解消する形で設立された。正式に活動を始めたのは同年10月1日のことであった。NASA はアメリカの宇宙開発における国家的努力をそれ、以前よりもさらに充実させ、アポロ計画における人類初の月面着陸、スカイラブ計画における長期宇宙滞在、さらに宇宙を換気スペースシャトルなどを実現させた。現在は 国際宇宙ステーション、インターナショナルスペースステーション、ISS の運用支援、オリオン宇宙船、スペースローン地システム、商業上院輸送などの開発と監督を行っている。宇宙開発に加えて NASA が帯びている重要な任務は宇宙空間の平和目的あるいは軍事目的における長期間の探査である。人工衛星を使用した地球自体への探査。 無人探査機を使用した太陽系の探査、進行中の名応星探査機ニューホライズンズ、ニューハーアイゼンスのような太陽系外縁部の探査、さらにはハップル宇宙望遠鏡などを使用したビッグバンをはじめとする宇宙全体への探査などが主な役割となっている。2006年2月に発表された NASA の到達目標は宇宙空間の開拓、科学的発見、 そして最新兵器の開発において常に先駆者たるであった。1957年10月4日、ソビート連邦が人類史上初の人工衛星スプートニク1号を成功させたことによりアメリカ国民は自国の宇宙開発技術がいかに貧弱であるかという事実を思い知らされたスプーニクショック。議会はアメリカの安全保障及び技術の先駆性が 脅威にさらされていることを警告し、政府は、直ちに、何らかの行動を取るよう促した。これを受け、時のアイゼンハワー大統領及びその側近は、対応策を慎重に検討し、数ヶ月にわたって、討議を重ねた。結果、非軍事目的の宇宙活動を実施するためには、陸海空軍などが独自に、宇宙開発進める状態を改め指揮系統を一元化するべきだとの、 結論に達し、国防高等研究計画局、アドバンストリサーチプロジェクトエージェンシー、ARPA も同時に創設されることとなった。1957年末から1958年初頭に、かけ、中、国家航空宇宙諮問委員会はそれまで、同委員会が果たしてきたような役割を非軍事の新設の機関に移情する方法についての検討を、はじめ、 またその概念を精査するために、いくつかの委員会を立ち上げた。1958年1月12日、中は、ガイ・フォード・スティーバー、ガイ・フォード・スティーバーを議長とする、宇宙技術特別委員会を設立した。スティーバーの委員会は、第二次世界大戦後に、アメリカの市民権を獲得した、ベルナー・フォン・ブラウンをリーダーとするアメリカ陸軍、弾道ミサイル局の、 宇宙ロケット開発グループからき下げされた巨大ロケット開発計画を諮問する任務も帯びていた。1958年1月14日、中長官、ヒュード・ライデンは宇宙技術のための国家的調査計画を発表し、以下のように述べた。1958年1月31日午後10時48分、アメリカ東部標準時、エクスプローラー1号。 国際衛星識別符号1 9 5 8ァを与えられているが発射され、アメリカ初の人工衛星となった。3月5日、大統領科学技術諮問委員会委員長、ジェームズ・キリアン、ジェームズ・キリアンは、アイゼンハワー大統領に民間宇宙計画のための組織と題する書簡を送り、日程の遅れを最小限に抑えて調査計画を拡張すべく、 中を強化し再編した組織による文明統制型の宇宙計画を創設することを促した。同年3月末に中は当時企画中だった水素とフッ素を推進剤とする100万ポンド453トン445万ニュートンの水力を持つ3段式のロケットの開発計画を含む宇宙開発に関する提言と題する報告書を発表した。 同年4月アイゼンハワーは、議会で演説し、民間主導の宇宙開発機関を新設する意向と、アメリカ航空宇宙局設立のための予算案を述べた。中のそれまでの役割は、例えば調査活動一つを取ってみても、その規模や進展、管理、運営などの点において変革がなされるべきであった。7月16日、議会は予算案を承認し、 同時に NASA 設立のための具体的な根拠となった国家航空宇宙決議についても若干の言及をした。そのわずか2日後、フォン・ブラウン率いる作業グループは予備報告書を提出し、その中で現状のアメリカの宇宙開発には様々な機関があり当てられ、相互の連携が欠落し国家的労力が重複していることを通列に批判した。スティーバーの宇宙開発委員会は、 ブラウンダのグループの批判に同意し、10月には最終的な草案が提出された。1958年7月29日、アイゼンハワー大統領は国家航空宇宙決議に署名し、ここにアメリカ航空宇宙局 NASA が正式に発足した。同年10月1日に実務がスタートすると NASA は直ちに46年の歴史を持つ中の組織8000人の 従業員、1億ドルの年間予算、3つの主要な研究施設、ラングレイ航空研究所、a m z 航空研究所、ルイス飛行推進研究所や2つの小さな実験施設などをそのまま吸収した。フォン・ブラウン博士が所属していた陸軍弾道ミサイル局と海軍調査研究所もまた NASA に併合された。NASA がソ連との宇宙開発競争に参入するにあたって、 重要な貢献をなしたのは、かつて第二次大戦下のドイツにおいて、フォン・ブラウンに率いられたロケット計画で開発された技術であった。そこには、ロバート・ゴダード博士の初期の研究の成果も取り入れられている。空軍及び国防高等研究計画局が行っていた初期段階の研究も NASA に引き継がれた。1958年12月には、 カリフォルニア工科大学が運営するジェット推進研究所も NASA の指揮下に入った。NASA が最初に言ったのは冷戦下におけるソ連との熾烈な宇宙開発競争の中で実施された有人宇宙飛行計画であった。1958年に開始されたマーキュリー計画はまだほとんど手探りの状態でそもそも人間は宇宙空間で生存できるのかという初歩的なことを 調べることから開始された。また、陸、海空軍からも代表者が送り込まれ、NASA を支援した。飛行士の選抜は、すでにいる、選び抜カルタ軍のテストパイロットの中から候補を、絞り込めば良いだけなので、比較的多いであった。1961年5月5日、第一次選抜飛行士、マーキュリーセブンの一人であるアランシェパード、アランシェパード飛行士が、マーキュリー宇宙船、 フリーダム7で15分間の弾道飛行に成功し、アメリカ初の宇宙飛行士となった。その後1962年2月20日には、ジョン・グレン、ジョン・グレン飛行士が、フレンドシップ7で2時間半の飛行を行い、初の地球周回飛行を成功させた。マーキュリー計画の終了後、月飛行に必要な種子の問題を解決し、実験を行うためのジェミニ計画が始まった。 飛行士を登場させての初飛行は1965年3月23日のジェミニ3号でガスグリソムとジョン・ヤングが地球を参集した。続く9回の有人飛行で長期間の宇宙滞在や他の衛星とのランデブーやドッキングが可能なことが証明され、無重力が人体に及ぼす医学的データが集められた。 またこれと並行して NASA は太陽系探査のための様々な宇宙機を打ち上げた。史上初の有人飛行ボストーク1号と同様月の裏側の写真を初めて撮影したのはソ連の探査機だったが地球以外の惑星、金星を初めて探査したのは NASA のマリナー2号だった。アポロ計画は人間を月面に着陸させかつ安全に地球に 帰還させることを目的に構想された。しかしながら、アポロ1号では、地上での訓練中に火災事故が発生し、飛行士3名が犠牲になった。これにより、アポロ宇宙船は人間を登場させる前に数回の無人試験飛行を行うことを余儀なくされた。8号と10号は月を周回し、多数の写真を持ち帰った。1969年7月20日、 アポロ11号が月面に着陸し、ニール・アームストロングとバズ・オルド・リン両飛行士が人類としてまた地球上に誕生したものとして、初めて地球以外の天体の上に降り立った。13号では月に向かう途中で宇宙船の酸素タンクが爆発する事故が発生したが、3名の飛行士は無事地球に帰還することに成功した。アポロでは計六回の月面着陸が行われ、 貴重な科学的データと 400kg 近い岩石のサンプルを持ち帰った。また、土質力学、流星物質、地震学、電熱、レーザー光線を使用した地球と月の間の正確な虚の測定、磁場、太陽風など、多数の科学的実験が行われた。スカイラブはアメリカが地球周回軌道上に打ち上げた初の宇宙ステーションで、ある。100トン近く。 正確には91トンもある機体は1973年から1979年まで地球を周回し続け、1973年と1974年に3回にわたって飛行士が登場した。スカイラブでは当初は太陽系の他の惑星が及ぼす重力の変異の調査が行われる予定だったが、国民が宇宙開発に関心を失い予算が削減されたとにより、 任務が縮小された。実験の中には、微小重力が及ぼす影響を調べることや、搭載された望遠鏡で太陽の活動を観測することも、含まれていた。当初は、スペースシャトルとドッキングさせ、より高い安全な軌道に移行させることが計画されて、いたが、シャトルが初飛行に成功する前の1979年に、大気圏に再突入して消滅した。3回目の搭乗員。 SL-4 が1974年2月に下船した後、太陽の活動が活発になり、その結果地球の大気が温められて大気圏が膨張し、機体にかかる空気抵抗が増大したため再突入の時期が早まったのある。スカイラブは1979年7月11日16時37分、アトック頃に再突入し、 オーストラリア西部からインド洋にかけて破片が散らばったが、いくつかの残骸が回収された。アポロソユーズテスト計画は、1975年7月にアメリカとソビエト連邦の間で初めて行われた共同飛行計画である。アメリカにとっては、これがアポロ宇宙船の最後の飛行であり、また1981年4月にスペースシャトルが打ち上げられるまで、 有人宇宙飛行は中断された。1970年代から80年代における NASA の最大の眼目はスペースシャトルであった。シャトルは1985年までに再使用可能な4機の機体が製造され、その初号機であるコロンビア号は1981年4月12日、初めて打ち上げられた。シャトルのニュースは、 NASA にとって必ずしも明るいものばかりではなかった。打ち上げにかかるコストは当初に予想していたものよりもはるかに高くつき、発射が日常化されるにつれ国民は宇宙開発に対する関心を失っていった。そんな中で1986年に起こったチャレンジャー号爆発事故は宇宙飛行に伴う危険性を再認識させることとなった。そんな中で後に 国際宇宙ステーション、インターナショナルスペースステーション、ISS へと発展するフリーダム宇宙ステーション計画が有人宇宙飛行の焦点として開始されたが、このような計画は、ボイジャー計画のような無人惑星探査に比べ、費用がかかりすぎるのではないかという議論が、ナサ内部にさえもあった。その一方で、シャトルは、ハッブル宇宙望遠鏡、ハッブルスペーステレスコープ、 HST のような画期的な計画も成功させた。HST は NASA とヨーロッパ宇宙機関、ヨーロピアンスペースエージェンシー、ESA の共同開発によって行われたもので、この成功によって他国の宇宙機関との協力という新たな道が開かれた。HST に費やした予算は20億ドル以下で1990年に稼働して以来、 数多くの鮮明な天体写真を送り続けている。その中でも草分けとなったハップルディープフィールド、ハップルディープフィールドは特に有名である。1995年、シャトル・ミールプログラムによって、ロシアとの共同計画も再開された。ミールとシャトルがドッキングすれば、これはもはや完全な宇宙ステーションであると言えた。このアメリカとロシアという宇宙開発におけるに、 大巨頭の協力関係は ISS 国際宇宙ステーションの建設作業において21世紀まで継続されている。2003年コロンビア号空中分解事故によりシャトルの飛行が2年間中断された間 NASA は ISS の保守作業をロシアの宇宙船に頼ったことから見ても両者の信頼関係の強さは明白である。ISS は 主な機材の運搬はすべてシャトルに頼っている。1986年のチャレンジャー号と2003年のコロンビア号の事故で、シャトルは2機の機体と14名の飛行士を失った。1986年の事故では新たにエンデバー号が製造され喪失した機体の埋め合わせがなされたが、2003年の事故では、そのような補強はされず、新型宇宙船オリオンへの移行が決定された。 イーサや日本の宇宙航空研究開発機構、JAXA など、ステーション建設に投資した他の国々は、ISS の完成に懸念を表明したが、これに対集中運用局長のウィリアム・ウェイチ・ガーステンマーや、ウィリアム・ウェイチ・ガーステンマーは、計画には柔軟性がありシャトルは2007年には6ヶ月で3回の飛行を成功させていること、NASA は危機的な日程にも対応できる能力があることなどを、 説明した。90年代を通して NASA は議会の財政削減に伴う予算の縮小に直面してきた。第9代長官でより早く、より良く、より安くの標語の生みの親であるダニエル・ゴールディン。ダニエル・ゴールデンは進行中の多彩な惑星探査計画、ディスカバリー計画は経費を削減することで継続が可能であると提案した。 1999年にマーズクライメートオービター、マースクライメートオービターと、マーズポーラーランダー、マースポーラーランダーの2機が失敗したのはこの経費削減が原因であると批判を浴びたが、一方で、スペースシャトルは2006年12月までに116回の飛行に成功していた。NASA は21世紀初頭までに150の有人宇宙飛行を含む、 多数の宇宙計画を成功させてきた。中でも著名なのは11号による史上初の月面着陸を含む一連のアポロ計画である。スペースシャトルはチャレンジャー号とコロンビア号の事故により14名の搭乗員全員の命が失われるという大きな障害に見舞われた。シャトルはロシアの宇宙ステーションミールとのドッキングを果たし、現在はロシア、日本、カナダ、 欧州宇宙機関など世界の多数の国々が共同参加している国際宇宙ステーションへの独禁が可能である。無人飛行計画もまた多数行われており、太陽系の7つの惑星、水星、金星、火星、木星、土星、天皇星、海王星はいずれも少なくとも一度は探査機が訪れ、1997年に打ち上げられた。 カッシーニ、カッシニーニ探査機は2004年の半ばに土星の周回軌道に乗り土星表面やその衛星を探査している。カッシーニは NASA のジェット推進研究所と欧州宇宙機関による20年以上に及ぶ国際協力の賜物であった。また、パイオニア10.11号及びボイジャー1.2号の4機は太陽系を離れた。NASA は現在のところ 小惑星帯を越えて太陽系の外側へ探査機を送り込んだ唯一の宇宙機関である。いくつかの小惑星や彗星にも探査機が接近し、NER a シューメーカーは史上初の小惑星への着陸を追った。火星に対しては水や生命の存在や地質や気候についてを観察をする目的で多数の探査計画が行われてきた。火星探査機はすべて カリフォルニア州パサデナのジェット推進研究所で作成されていい。マリノア計画やバイキング計画に続き、1996年に打ち上げられたマーズパスファインダー、マースパスファインダーは、翌年に火星に20年ぶりに着陸し、同時期に打ち上げられたマースグローバルサーベイヤー、マースグローバルサーベイヤーは、上空から火星を観測した。 2001年に打ち上げられた2001マーツオデッセイ、マースオディッセイは2011年初頭時点でも火星上空から観測を続けていて2003年に打ち上げられたマーズエクスプロレーションローをマースエクスプロレーションローバー、メールのローバー、スピリット、スピリットとオポチュニティ、オポチュニティは2004年の初頭以来、グセフ、グーセフクレーターやメリディアに平原。 メリジアにプラナムで当初予定していたより17倍もの長期間にわたって運用され続けている。2005年にはマーズリコネッサンスオービター、マースリコネッサンスオービターが打ち上げれ、2011年初頭時点でも火星上空から観測が続けられている。2007年にはフェニックス、フィンクス、マースランダーが打ち上げられ、2008年5月25日に 火星の北極付近に着陸し、同年6月のロボットアームによる土壌掘削調査により土壌中から氷らしきものを発見した。2008年5月25日、豪安、改革屋の異名を持つ科学ミッション部門の副長官、アランステム、アランステムが辞任した。伝聞によると在任中の4月11日、アランは2001マーツオデッセイ、マースオデッセイ及び、 マーズエクスプロレーションローバー、マーズエクスプロレーションローバー、メールの予算のカットを指示したが、グリフィン長官に覆されたとのことである。この削減案は、マーズサイエンスラボラトリーにかかる経費の超過を、総裁するためのものであった。アランは、自分が辞任する理由はメールに関わるものではないとし、メールの予算をカットしようとした人間は、自分ではないとも述べた。彼は一年ほどの勤務の間に、 NASA の重要な科学実験計画を再建し、大きな変革をもたらしたと評価されたが、辞めた理由は、健全な計画や、政治的に微妙な問題を含むような基礎研究が中、止まれることを避けるためだったと語っている。クリフィン長官は、基礎研究のような地味な部分の予算を削りたがる、傾向を持っており、それを拒否したことがアランを辞任に導いたのではないかと、ことれている。 20世紀の中盤から NASA は地球観測のための計画を増加させ環境調査を行ってきた。その成果の一つが1980年代に打ち上げられた地球観測システム Earth Observing System EOS でオゾン層の破壊のような地球的規模の環境問題を監視することが可能となった。また初の世界的規模の測量は 1978年に、ゴダード宇宙研究所の科学者たちにより、ニンバス、ニンパス7号を使用して行われた。国家的規模の自然復旧計画の中の一つとして、NASA は南サンフランシスコ湾の61平方キロメートルに及ぶ政府による塩湖の観測事業が周辺の環境にどのような影響を及ぼしているのかを衛星使用して観察している。 また NASA は、環境破壊の予防とエネルギーの削減、及び水資源の確保に直結する計画に、全期間を挙げて取り組んでいる。これらの事実により、アメリカ政府の環境問題に関わる、専門機関はなあであることは明らかである。地球科学事業、Art Science Enterprise の主目的は、自然に対する理解を深め人間が、地球環境に与えた変化を知ることである。 そのため NASA は、その目的を達成するために関係書機関と長年に渡り協力してきた。2000年代末までに同事業が行ってきた計画は以下の通りである。NASA は国立再生可能エネルギー研究所、ナショナルリニューウェーブルエネルギーラボラトリーと協力して、世界的規模の対応資源地図を作成している。 またドナプル重皮水液による水質汚染を除去するための革新的な技術を評価する取り組みも続けている。1999年4月6日、NASA はアメリカ合衆国環境保護庁、アメリカ合衆国エネルギー省及び空軍との間で自然酸化膜除去及び重皮水液の酸化還元反応を強制する2つの革新的な 技術についての合意書を取り交わし、ケネディ宇宙センターにおいて、その実験に協力することを約束した。国立宇宙局は軍及び、アメリカ国防契約管理局と協力して、汚染予防のための共同グループ、ジョイントグラポーンポリューションプリベンションを結成し、汚染物質を除去するための取り組みを続けている。2003年5月8日、環境保護庁は、 アメリカ政府の施設として初めて、コダード宇宙飛行センターで、ゴミ再処理ガスを動力源として使用することを強化した。現在の宇宙開発における合衆国の指針、スペースポリシー・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツの中で、NASA は宇宙の探査及び開発、獲得に、有人あるいは無人機を使用した継続的で実行可能な計画を見し、地球、太陽系、 宇宙に関する根本的な科学的知識をより広げるために民間の宇宙機を使用すると述べている。現在は火星、土星といった新宇宙への探査計画及び地球や太陽に関する研究計画が進行中である。また水星や冥王星へと向かう探査機もすでに打ち上げられている。計画中の木星への探査計画が実現されれば、 太陽系の半分以上の惑星を網羅することになる。より発展した大型の移動探査機、マーズサイエンスラボラトリー。マウスサイエンスラボラトリーは、現在進行中で、当初は2009年10月に発射の予定だったが、技術的な問題により若干の遅れが生じ、2011年11月に打ち上げられた。冥王星探査機、ニューホライズンズ。 ニューハー・アイゼンスは2006年に打ち上げられ、2015年に、冥王星付近を通過する予定である。探査機は2007年2月に、木星をスイングバイし、衛星のいくつかを観測するとともに、搭載された機器の試験をした。水星探査機、メッセンジャー、メッセンジャーは、水星への接近を繰り返しながら減速し、2011年3月に、水星の周回軌道に乗った。 その他、小惑星体の探査を目的とする、ドーン、ドーンや、複数の水星探査機が飛行中である。現在準備中の計画には、火星の大気を研究するための、マーススカウト計画、マーススカウトプログラムの一環としての、名文、マースアトモスフィアバラトルエベルーシオン、名文がある。2002年以来、NASA は、予算案や、計画文書の中に、 以下のような生命を記している。我々が住む、この惑星を理解し、保護すること。宇宙を探査し、生命の起源を探ること。次の世代の探求心を鼓舞すること、それができるのは NASA だけである。2006年2月の初め、この生命は一部が変更され、我々が住む、この惑星を理解し、保護することの部分が削除された。あるものは、この変更は、 NASA の分自主義を保護するためのものだと考えたが、他のものの中には、これは科学者、ジェームズ・ハンセン、ジェームズ・ハンセンによる、アメリカ政府の温暖化対策への姿勢に対する、批判ではないかと疑う者もいた。NASA は公式には、そのようなことは一切関係ないと否定し、宇宙探査のための新しい方針を示している。NASA のモットーは、すべてのもののための利益である。上院の、 国土安全保障、政府問題委員会、コミッティーオンホームランドセキュリティガバンメントル、アフェアーズ幹部は2006年7月31日に、グリフィン長官を招致し、この変更に対する懸念を表明した。NASA はこの年、いくつかの地球探査計画を中止していた。2004年1月14日、探査機スピリットが火星に着陸してから10日後、 GW ブッシュ大統領は宇宙開発の展望と題する新宇宙政策コンステレーション計画を発表した。この計画は現行のシャトルを2010年に退役させ2014年までにオリオン宇宙船による有人宇宙飛行を実現させ2020年までに月を有人探査し将来の有人火星探査につなげるというものだった。この新宇宙政策について議会は当初は 会議的だったが、2004年の暮れには初年度の予算を承認した。この計画を奨励するために、NASA は2004年に100年間の挑戦、先手にあるチャランジェスと称する非政府組織による科学賞を設立した。この中では、例えば船外活動の時により効率よく作業できる宇宙服の手袋など、宇宙開発の展望計画のために有益な発明が、 表彰されている。2006年12月4日、NASA は月面基地建設計画を発表した。当時の副長官、スコット・ホロウィッツは2020年に建設を開始し、2024年までには飛行士が交代で滞在して、すべての資源を現地で調達できるような機能を持った基地を完成させる予定であることを表明した。この計画では、 世界の様々な国の協力を求めていた。2007年9月28日、ナサ長官、当時マイケル・グリフィン、マイケル・グリフィンは2037年までに人間を火星に到達させる目標を発表した。しかし、この計画は2010年にバラク・オバマ大統領により中止された。ナサ長官は同期間における最高責任者であり、また、 大統領の宇宙科学に関する最高顧問でもある。NASA の本部はワシントン DC にあり、ここから全ての支局に指示を出している。ミシシッピー州セントルイス近郊のジョンシーステニス宇宙センターの敷地内には共同サービスセンターがある。共同センターの建設は2006年に寄港し、2008年に竣工した。また、ケネディ宇宙センターでは、 ロケットの部品を輸送するための鉄道も運営されていた。各分野ごとの研究施設の一覧は下記の通りである。これらのうちのいくつかは歴史的あるいは管理上の理由から複数の設備を持っている。施設についている人名は宇宙飛行士や宇宙開発に功績のあった関係者を記念したもの。NASA では科学調査や宇宙飛行士の訓練などに使用する。 航空機を多数運用しており、これらの機材を運用する人員も多数雇用している。機体はアメリカ軍の払い下げなどを民間機として再登録したものが多いが、新規取得や X プレームなどの実験機の新規開発も行っている。施設の多くは飛行場に隣接しているため、貨物や研究者の移送は自前で行っている。パイロット出身の宇宙飛行士には引退後、 NASA のパイロットとして雇用される者も,もいる。NASA は、現在、数多くのメダルや勲章を飛行士や、功績のあった職員に授与している。そのうちのいくつかは、現役の軍の制服組を表彰するものである。中でも、最も権威が高いのは、宇宙名誉勲章、コングレッショナルスペースメダルオブオナーで、2009年までに28人が、叙勲され、うち17人は追蔵。 自身の義務を遂行した宇宙飛行士の中で国家と人類の福祉に対する非凡で称賛に値する努力と貢献が特に傑出していたと認められている。次に権威が高いのは NASA 勲章、NASA ディスティングウィッシュとサービスメダルで軍人パイロットから文官の職員に至るまで全ての政府関係者が受賞する資格を持っている。例年の表彰はフロリダ州オーランド オーランドの国立航空宇宙協会の施設で行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。